皆さん、こんにちは。ウィズペティ犬猫病気辞典です。今日は猫のソマリについて、特徴、性格、飼い方、歴史と起源、気をつけたい病気、価格相場、獣医師からのアドバイスの順に解説します。それでは早速始めましょう。ソマリの特徴について、アビシニアンの長毛種です。ソマリはアビシニアンの長毛種で、多くの特徴が アビシニアンと共通しています。アビシニアンのスマートさに美しい長毛を加えたエレガントな雰囲気のある猫です。体の大きさは中型で筋肉質で引き締まっており、四肢も細く引き締まっています。そのため俊敏性が高く動きはしなやかです。頭は丸みを帯びたくさび型でカップ状の大きな耳とアイラインのように濃い色の縁取りがある。 大きなアーモンド型の目が特徴的です。尻尾は狐のようにふさふさです。体の毛はセミロングで、首周りと尻尾のみ長めの毛が生えています。毛色はブルー、フォーン、レッド、ルディなどが存在し、紐のパターンは一本一本の毛に濃い色と薄い色が交互に入っているティックドタビーの一種類だけです。 体の動きに応じて毛の色が美しく変化して見えるのも、ソマリの特徴の一つと言えます。ソマリの性格について、ソマリは性格もアビシニアンと同じで、好奇心旺盛で活発です。飼い主さんが大好きな甘えん坊が多く、犬のようについて回ったり、飼い主に話しかけるように鳴く答えも多いですが、声は小さく、鈴のように可愛らしい鳴き声です。 好奇心が強い一方で、繊細で神経質なところもあるので、環境が大きく変化することや、他の猫や動物との同居は少し苦手です。ソマリの飼い方、日常の世話について、運動できる環境を作ってあげましょう。ソマリはアクティブで、体も筋肉質で身軽なため、運動量が多く活発に走り回ります。運動不足になると、ストレスが溜まってしまうため、 上下運動できるようにキャットタワーを設置したり走り回れるスペースを確保してたくさん遊んであげるようにしましょう。長毛種のため紐のお手入れは必要です。つまりは長毛種のため油断すると毛玉ができてしまうことがあります。比較的抜け毛も多い病種ですのでできれば1日1回はスキンシップを兼ねてブラッシングしてあげましょう。ブラッシングをこまめにしてあげることで 美しい紐を保つことができ、また抜け毛を飲み込んで発症する毛球症の発生も防ぐことができます。ソマリの歴史、起源について、突然変異で生まれたアビシニアンの長毛タイプがルーツです。ソマリは長毛のアビシニアンを元に作られた品種です。もともとアビシニアンの中に時々長毛タイプの個体が生まれることはありましたが、長毛は アビシニアンの基準には当てはまらないため、あまり歓迎されない存在でした。そのため、品種として認定されることもなく、長毛の子猫が生まれると、アビシニアンのブリーダーは、一般の飼い主さんに譲り渡していたということです。しかし、1963年に一人のブリーダーが、キャットショーに長毛のアビシニアンを出場させたところ、たまたま審査員の目に留まり、 注目を集めるようになりました。その後、長毛のアビシニアンの計画的な繁殖が始まり、ソマリと名付けられて公認されるようにまでなりました。ソマリという名前は、アビシニアンの故郷であるアビシニア、現在のエチオピアの隣国にあったソマリアに由来してつけられました。ソマリの気をつけたい病気について、重症菌無力症になることがあります。 重症筋無力症とは、神経から筋肉に刺激を伝達する物質がうまく作用できなくなることによって筋肉の脱力が起こる病気です。全身性に起こる場合と局所性に起こる場合がありますが、進行すると食事が取れなくなったり、誤嚥性肺炎などを起こして命に関わることがあります。遺伝性に発症するとされているため予防することは難しいですが、 発症しても正確に診断されれば、投薬療法や食事療法でうまく維持、管理することができます。ピルビン酸キナーゼ欠損症が起こることがあります。ピルビン酸キナーゼとは、細胞のエネルギーを作るのに必要な酵素の一つです。この酵素が生まれつき欠損して生まれてくることがあり、その場合は血液中の赤血球の寿命が短くなってしまうため、 弱霊から慢性的な貧血を繰り返してしまいます。根本的に治療することは難しく、貧血が重度になった場合には、輸血を繰り返すため、対症療法を行いますが、肝臓に徐々に鉄分が沈着して、機能障害が起こり、短命になってしまうことが多い病気です。この病気もまた遺伝性に起こるとされています。アミロイドーシスが起こることがあります。 アミロイドーシスとは、アミロイドと呼ばれる異常な繊維状のタンパクが様々な臓器の細胞と細胞の間に沈着し、臓器の機能障害を起こしてしまう病気です。アビシニアンでは遺伝的にアミロイドの構造に変異があり、他の品種よりも発症しやすいとされているため、ソまりもまた同様に発症リスクの高い品種になります。 症状はアミロイドの沈着が起こった臓器によって異なりますが、多院多尿や食欲低下、元気消失などが見られることが多くなります。発症してしまった場合には根治することはできず、対症療法と進行を遅らせるための投薬治療を行います。ソマリの価格相場について、20万円前後が多いようです。ソマリの価格は月齢や、 どこで購入するかによって多少価格帯が異なり、10から30万円前後の価格帯が多く見られます。ソマリを獣医師から見た飼う際のアドバイス。いくつかの遺伝病に注意が必要です。ソマリはアビシニアンの血を引いているため、アビシニアンで見られるいくつかの遺伝病を起こしやすい傾向があります。遺伝性の疾患は発症を予防することはできません。 しかし早期発見することで症状を緩和したり進行を抑制する治療方法があるものもあります。また遺伝病を持つ猫は遺伝性疾患に苦しむ猫をこれ以上増やさないためにも繁殖させないようにすることが大切です。いくつかの遺伝病では遺伝子検査も行われていますので気になる場合は活用してみるといいでしょう。ソマリの飼育チャートについて初心者には 普通程度の飼いやすさです。しつけはかなり簡単です。お手入れのしやすさは普通程度です。気象はかなり穏やかです。多頭飼育は非常に難しいです。運動量はやや多いです。病気への強さは普通程度です。抜け毛の量は普通程度です。あまり泣きません。 あまり匂いがないです。飼い主に対して忠実でよく懐く猫ですが、繊細で神経質な一面も持つため、環境の変化や他の猫との同居などはできるだけ避けるようにしましょう。また、活発に運動できる環境づくりや、紐のお手入れをこまめにすることも必要です。以上で終了となります。今回の動画がこれから飼育を検討されている方、 すでに飼育されている方のお役に立てれば幸いです。また、この動画が参考になった方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。